ネガティブな感情はない。今回の怪我は自分がより強くなるために、より戦える選手になるために、いろんなことを見直せってことかもしれない。与えられるメニューをやるべきだと自分に言い聞かせた。過去は取り戻せないからこそ、未来を自分で変えていかないといけない。怪我を治すことだけでなく、強化することも意識してきた。自分の体をピッチでどうリンクさせてプレーに落とし込めるか。僕が入ることで何か変化を与えることができれば、それは自分の自信にもなる。何としてもチームの勝利につなげたい。僕を待ってくれている人がいる。応援してくれている人がいる。自分がガンバを勝たせてやるんだ。